オークチャンネル、オークチャンネル、ラディオ。パニック、ワーワーワー。パニックワンワンワンの世界がやってまいりました。 YouTube でなりきるレディオその9、パーソナリティの DJ オーナンシリーです。イエーイ。今日でこのレディオも9回目です。あれ、8回目はどうしたのって疑問に思っている方がいるでしょうが、実は8回目の放送、特別な方だけの限定公開してました。あとで概要欄にリンク貼りますんで、そこから飛べるようにしときましょう。さて、僕は今どこにいるかわかりますか？南の島に逃げてきました。やっぱり太陽はギラギラしていません。あいにく嵐で天気が悪いです。でもこんな南の島でもいいんじゃないでしょうか。とっても気持ちいいです。そんなトロピカルな気分の中、なりきりレディオをやっていきたいと思います。今日はどんどん進めていきますよ。まずはやりたかったコーナー、新コーナーをやります。奥さんのポエムの部屋です。どうぞ。トロピカルマシーン。僕はトロピカルマシーン。みんなの心を夏色に変える。僕の生まれ故郷の南の島は雨なんて降らないのだ。暑すぎる太陽の下で冷やしたパイナップルジュースで水鉄砲。恋人のハイビスカスちゃんはハワイアンダンスで僕を誘惑する。目を閉じれば昔の思い出が膨らんで風船になる。ああ、なんでこの国は雨が降るのだろうか。でもこの雨が止めば明るい夏がやってくる。きっと暑くてたくましい未来が待っているんだろう。辛いこと、悲しいこと、変な思いをこの梅雨の時期に全部洗い流して笑いでいっぱいの夏を待とうではないか。そろそろ浮き輪でも膨らませて、夢をいっぱい膨らませて、この高木ブーなメロディーの中、一足先に夏気分。雨と涙が止み出せばきっと何もかも忘れることができるだろう。僕はトロピカルマシーン。みんなの心を夏色に変える。パニックワーワーワー。どうでしたか？奥さんって大根役者みたいな下手くそな演技力だけ、ポエムの読む声がぎこちなくて逆にいいですよね。これはですね、昔スラップスティックスのライブの時に読んだポエムをそのまま今の奥さんが読みました。未だに素人臭い朗読っぷりでしたよね。このコーナーはコメント欄にやめてくれって言われるまで続けていきたいと思ってます。奥さんのポエムって人気があったんですよ。ファンクラブの開放に書いたりしたりしたりこの帽子どうですか？かっこいいっすね。スラップスティックス、イエローケース、奥さん、おっちゃんね。よし、次。今日はなんと天気が悪いんですが、南の国なんで気分がよく、とってもいい詩が浮かんで、とってもいい曲が生まれましたその新曲を皆さんに届けようと思います。タイトルは海を越えて。張り切って歌ってもらいましょう。奥さん、どうぞ。この海
もの思いを忘れてしまう、あの頃に見つけた、うん、白い貝殻に答えがあるの、耳を澄ませば聞こえてくるよ、波の音、君の泣き声、海と空の色を、うん、混ぜてしまえば心つながる、時が止まって思い出すのは、風の音、君の歌声、もしも許されるなら君を連れ去って、あの太陽の下で、ああとろけるほどに抱きしめたい、明日僕は船で旅する、僕を船で迎えに来て、この海を越えれば、君の言葉を忘れてしまう、わーわーわー、はい、良い曲でしたね。まさに沖縄に合う雰囲気でした。いやーさーさー、なんくるないさー今日は悲しいことにお便りが全然ないんで読めません。一応宛先を紹介します。 DJ093DJ093@gmail.com、 もう一回言います。 DJ093DJ093 @gmail.com まで直接メールをください。ここのコメント欄にでもいいんで、質問やリクエスト曲などよろしくお願いします。採用された方にはじゃーん、奥さんマグネットを差し上げます。欲しい。それではせっかくトロピカルな気分なのにエンディングに入りたいと思います。もう奥さんレディオお聞きの運転中の皆様、そろそろ換気をしてください。窓を開けると海の香りが漂ってくるかもよ。勉強中の諸君も部屋の窓を開けて南の空を見上げてごらん。あの月を奥さんも見てますよ。息抜きになったでしょう。それではグッとくるグッドボタンと幸せになるチャンネル登録を、嬉しくなるコメント欄にメッセージをよろしくお願いします。いつも心に置くチャンネル、よろしくお願いします。 YouTube でなりきるレディオ、奥さんのなりきるレディオその9、最後までお聞きくださってありがとうございました。夏はもう目の前だ。それではまた次のレディオで会いましょう。 See you! バイバイ。オークチャンネル、オークチャンネルレディオ。このオークチャンネル帽子が欲しい方はメールを待ってます。Thank you, the end.